昨年京都マラソン初めてクラスターが当たって失敗しましたのは男子の 3000m 障害の決勝です。去年はこの種目は昨年度は京都外大西の神山君が優勝しております。那覇マラソンの時はうちのパラの優勝は大会記録は2016年洛南の吉田君の8分57秒12です。日曜日がレースだからね、土曜日から行って火曜日ぐらいまで2000m です。 2000m は5分52秒、さあ大会記録は8分57秒12、同校の吉田君の一昨年出した記録です。さあそれを目標に発揮します。松南の三浦君、大会記録は8分57秒12、さあそちらの方も注目してください。そして第2位は京都外大西の富山君、6番の曽波君、そして東京の永井君、8分40秒、8分50秒、大幅な大会新記録が誕生したものであります。京都高校記録も超えましたでしょうか。京都高校記録は8分55秒06です。第2位は京都大学の神山君、そして京都領永井君、神奈川亀井君、亡くなる相模君、京都外大西の松山君、この記録は素晴らしい京都高校新記録でありました。おめでとうございます。